こうバランス取るっていう。で、まあ、4歩で9四歩として、そうですね、これもまだ銀が取れていないので、まあ、ここで何か厳しい手があったら、なんというか苦しいなと思っていたんです。そうですね、今期の打線、そして振り返ると、まずは第3局、第4局、どちらも、まあ、とても苦しい将棋だったので、そうですね、やはりそこをなんとかも制することができたのは、やはりまあ実力以上の何かがこう働いた。今年は結構なんというか、まあ、思っていることがこう顔に出るタイプですので、まあ、やはりその通りやっぱり形勢がこう苦しいなというふうに、はい、あの感じる場面は、はい、多くありました。なるべく、まあ、なんというか気持ちを抑えてこう冷静にこう、まあ、最後までまあ考えてというふうには、はい、思っていました。永瀬王座にすごくこの中盤高い精度で操作されたかなと思っているので、それに対してと自分がやはり今ついていけなかったかなというのが全体の印象としてはあるので、そうですね、そこで何とか自分が対応できればより何というかこう面白い展開にできたかもしれないと思っているので、そうですね、そういった点では実力不足ということも感じましたし、またすごくやっぱり勉強になったなとも思っています。今回のまあ第4局もそうだったんですが、やはりその本当に将棋やっぱりまあ一手で何というかまあこう、まあ、勝敗がまあ変わってしまう、まあ、ゲームなので、まあ、そういった展開の中で こちらに。なんていうか、まあ、結果が幸いするということはやはりあったかなとは思っています。第1局はそうですね、まあこう敗れてはしまったんですけど、内容としてはある程度、まあ、一定のこう手応えもありましたし、まあそれほどなんというかまあこう結果は痛いと思ったんですけど、そうです、もちろん内容自体はまあしっかり振り返る気持ちの上ではなんというか忘れて、またまあ新たにというのがいいのかなとは思っています。まあ、一つ挙げるとすれば、まあ、第2局かなと思います。そうです、その勝利で、まあ、どちらがこう勝ってもまあおかしくないけど、まあ、そこをそうです、なんとか勝つことができて、でも一勝一敗というタイに戻すことができたので、それで、うん、そうですね、まあ、少しなんというか、まあ、プレッシャーをこうかけることができたんじゃないかなと思っています。まあ、以前からそうですね、まあ、考えていた作戦ではあったんですけど、ただどうしてもまあ受け身になってしまうので、うん、まあ、実際にこう指すとかなり大変なところが多いかなというふうには思っていたんですけど、第2局を落とすともう後がないという状況になってしまうところなので、まあ、なるべくなんていうかこう息長くというか、まあ、粘り強く指してまあチャンスを待とうというふうには、はい、思っていました。そうです、永瀬王座、そうですね、あの、まあ、今長年研究会で教えていただいていて、そうです、私が棋士にあのなってからですとこう一番多く対局をしている方なので、強さというのはすごくやっぱり感じていますし、こちらがこう想定していた形よりこうやっぱりさらにこう工夫をされたのかなと印象を、はい、受けています。一分将棋になってからのやはり指し手の精度が、まあ、低かったなというところはあって、でそうですね、どうしても、まあ、その早指しであればある程度、まあ、秒読みになってからも何というか反応できることが多いんですけど、どうしても、まあ、5時間という持ち時間がある中でこうやっぱり最後こう秒読みになってしまうと、まあ、そのこう切り替えがなかなかできない、まあ、そのあたりは何というか、まあ、戦い方としてこう改善の余地があったかなと思っています。いや、羽生先生はそうですね、その王座19連覇というのは本当に途方もない記録で、いや、私はそうですね、あの19年後にこう現役を続けられていたらいいなという感じなんですけどそうですね、まあこう少しでもこう、まあなんというか、まあ、防衛をこう重ねて、まあ、そこにこう、まあ、近づけるように頑張りたいと思います。そうですね、まあ、タイトル戦では、まあ、結果は出せているんです、ただその他の方とのその強くの差は、まあ、なんというか全くないと思っているので、その強くなる余地という点ではやはりかなり、まあ、多く、まあ、残されている、その現状の課題にやはりまあ意識的に向き合って、それをこう少しでもまあ改善していきたいと思いますし、またその今まで以上のペースで強くなるということもなかなか難しいと思うんですけど、なんていうかまあ停滞してしまわないように、まあ、少しずつでも、まあ、なんていうか攻撃力を高めていけたらと思っています。